宗方誠也は、日本の教育学者、東京大学名誉教授、同僚の勝田森和宮原誠一と並び、東大教育の 3M と称された。東京生まれ。父は、行動官訓育指南や、旧姓宇ね中学校校長を務めた宗方一郎。1926年、東京高等師範学校附属中学校卒業。 東京帝国大学文学部教育学科卒業。安倍茂隆文科戦前は1930年代に岩波書店観光の雑誌、教育を間に挟み成立した児童学研究会に参加。さらに留岡清らと共に教育科学研究会の結成に尽力、教育科学運動を推進する。立教大学講師及び一時期。 東京文理科大学教授を務めた。戦時中は、心身が異常でない限り、少しくらい体が弱くてもすべて兵役にとってはどうか。実践的な国民的信念、国民的教養を作り上げる、精神教育をすることはもちろんだ。身分も職業も学歴も問わず、全部が共同の英社生活を一定期間するということは、国民性格を連成するのに必要な、 また極めて有効な手段だと考えられると、徴兵による国民教育を唱えていた。戦後、東京大学教育学部教授に就任、戦時中に分解した教科研の再建にあたる。教育行政学を専攻し、同僚の勝田た森和宮原誠一と並び、戦後教育学会に大きな与えた、東大の 3M と称された。学問研究を大学や、 書斎の中に留めず、教育現場に出向いて研究し、理論と実践の統一に努め、反権力に徹し、人間の尊厳の確立のための教育づくりに努めた。国家の教育統制は、ハード面のみに限定さるべきであり、ソフト面、ことに、カリキュラム編成に関しては、それは、心理のエージェントとしての教師の専任事項であるとする、内外事項区別論を提唱する。 こうした、宗方の書論は、後の堀尾照久の公教育論に大きな影響を及ぼす一方、金表、学手、教科書検定など、各教育闘争における民側の理論的背景となった。宮原誠一、梅根悟、矢川徳光ら、戦前、戦中期に活躍した教育学者には、戦後、戦時中の戦争協力を煽った論文や、文書や業績を省略。 削除、隠蔽する者がいたが、自ら、戦時の体制賛美、戦争協力の過去を介護し、その残機の年を公に発表し、それを、戦後教育学の再建へと昇華させようとした、胸方は、稀有な存在であると言える。青木書店から、胸方聖夜教育学調査集が刊行されている。ありがとうございます。